あなたの心に火を灯す。東洋思想及び神道研究家の阿賀光です。今回は神社チャンネルでも大人気のゲスト。宗教家及びユーチューバーの及川幸久さんをお招きしてお届けしていきます。テーマは、及川さんの最新刊こうして第3次世界大戦は仕組まれた。について、 インタビューしていいきたいと思います非常にですね過激なタイトルなんですけども実はこのタイトル及川さんに伺ったところ及川さんの意思によって決められたタイトルではなく出版社の意向によって決まったということでございます。これ実はもう99%の 本の著者さんというのは本のタイトルの決定権ってないんですよね。本のタイトルの決定に関して口出しできるのはよっぽどの大作家さんのみでございます。なので、ちょっとね、煽りの入ったタイトルなんですけども、こちらはですね、大井川さんの意思ではないという前提なんですが、ただですね、そもそも戦争とは一体何でしょうかということなんですね。これはですね、 まあ力と力のぶつかり合い、もしくは、派遣の奪い合いということでございます。で、派遣とは一体何なのかということなんですが、もちろんですね、領土争いということは戦争の形の一つなんですが、しかし、今ですよね、この領土っていうのは、何もですね、土地だけのことではなく、そうなんですね、目に見えない空間における領土というものもございます。例えば、 それが何かと言いますと、マネーですよね。マネーの派遣争い。また、インターネット上、サイバー上での戦いというものもあるということなんですね。これはですね、すでに起こっているということで、まさにですね、今、世界は第3次世界大戦の真っ只中と見ることができます。これ、日本人、多くの日本人は気づいてないだけなんです。ただ、今回のロシア、ウクライナの問題で、 日本もいよいよということに気づき出した方というのも多いと思います。ただですね、日本のマスメディア、マスコミで流れてくる情報というのはやっぱ偏ってるんですね。で、及川さん、こちらですね、国際問題のユーチューバーとして非常に有名なんですが、及川さん、英語に堪能でございます。で海外のですね、様々な情報のリソースを見てみると、これね、 日本のメディアでは絶対に流れてこないような情報が入ってくるということなんです。それはですね、もう驚きのものもあるということなんですね。さあ、この第3次世界大戦、覇権戦争の行方は一体どうなっていくのか。これね、海外の情報、リソースを見ていくと、驚くべき方向に今動いているということでございます。 世界で今何が起こっているのかそしてその中で日本はどのように立ち位置振る舞っていくべきなのか及川さんにインタビューさせていただきました最後までご覧になってくださいどうぞ人生チャンネルえ今回のゲストは「水ズダムチャンネル」及川幸久さ,さんをお招きしてお届けしていきますどうもよろしくお願いしますこの間、あの品川駅歩いておりましたら、<laughs> あの、駅の構内で結構、はい、広告が展開されております。ありがとうございます。はい。はい。すげえなと思ってね。えすごい本が勢いが良いということでね。いいことだと思うんです。ありがとうございます。もう、最新刊まだ出版されるんですよね。今日、実はこの、今ね、この日は六、月十七日。はい。今日発刊日で。おお。で。あの。今日。はい。あの。本屋に出てるはずだと。はい。はい。私も一応著者として。はい。あの。 書店に山積みになってるの、写真を撮って、ツイートしようと思って。あの某大手書店に行ったんですけど。はい、なかったです。なんでないのかなと思って、そうい書店の人に聞いたら、うん、まだ入荷してませんってって。なるほど。ええ、ありや、ありますね。どういうタイトルなんですか。そして、第三次世界大戦が仕組まれた。すごいタイトルですね。 うどういう内容なんですか、それは。あのねえっと、今、あの賀さんが言っていただいた、最初に言っていただいた品川駅で、はい、広告を出したのが3月に出した本で,、はい、で、それの続編が6月の今日で出たということになってて、ただ、続編なんですけど、あの出版社は違うんですけど、ね、うん、違う出版社なんですが、両方とも、まあ、ディープステイトの本です。完璧インボルの本ですね実際にこれから 大きな戦争というものは仕組まれているというふうにしてお考えなんでしょうか、うん、そういう論旨で仕組まれあまあ作られた本ですねああなるほど、えー、それはつまりはどことどこの国の戦いになるんですか、うん、これがね国と言っていいのかどうなのかってなるんですけどはい。やっぱりグローバリストと反グローバリストの戦いみたいな、うん、なるほどグローバリストの中核がまあアメリカの、うん ディープステイトだったり、はい、ネオコンとか言われる。はい、こういう存在。だからディープステイトとネオコンという言葉。うん、これが、なんか陰謀論用としてよく使われるんですけど。はい、これをね、明確に定義してみたいって言うのが、この本の。心なんですなるほど。そう、はい、じゃあ、ディープステイトって一体何なんですか?。これはね。私も最初は、ディープステートが闇の、闇の政府。はい、だから、多分、政府の奥にいる、官僚たちなんだろうなんか利権を持っている官僚たちだろうと思ったんですけど。 よくよく見てみるとそこもいるんですけど、はい、そ,れにその官僚たちが貪っている利権にさらに集まってきている関係者、はいうん、それが例えば軍需産業であったり、はい、多国籍企業であったりメディアであったり、うん、そして政治家この辺がみんな関係者で利益共同体なるほどこの利益共同体がいわゆるディープステイト。はい 関係者たちなんだなん、はい、それは一枚ヤの組織なんですか。これは一枚ヤなんですよ、ね。あ、一枚ヤと考えてるかな。これというのは、うん、くっきり利権があるので。うん、うん、なるほど。あ、みんなだからこれでもういいよねって言ったようなことですよね。よだからそこは一枚ヤなんだけど、でもこれがアメリカっていう一枚ヤじゃないんですよ。はい。これもあのやっぱりグローバリストっていう,う国関係ないんですよ。多国籍企業ということなわけですねです。だから自分たちの利益はです。うん、国益じゃない。はい。 アメリカとして動いてないんですよ。そこに問題があります。あるんじゃないですかと。はい、でかつそれが。アメリカとか世界っていうんじゃなくて、日本にも関係している。うんうん、というのが今回のテーマです。なるほど。すみません。ネオコンって言って何なんですか。ネオ。ネオ。コンサーバティブ。っていうのが。はい、あの元の言葉で、英語でもネオコンってや、略されてるんですけど。はい、あのー、コンサーバティブって。保守じゃないですか。はい、かアメリカの保守っていう <laughs>。まあ。 あの共和党を意味するんですけど、はい、実はそうじゃなくて<う>あの軍需産業を中心として世界で戦争が起きると、はい、アメリカが正義の味方になって、うん、その戦争を起こしてるやつらをやっつけに行くと、うん、例えば、えー、イラクでサダム・フセインがクウェートに、うんはい、進攻してあの小さな正しい国クウェートを、うん、悪のサダム・フセンが侵攻しているそこに正義の味方アメリカが これを助けに行くっていう演出をして、はい、演出をして、湾岸戦争っていうのを作り出して、うん、はい、軍需産業が儲かる。うんうん、これがネオコン。なるほど。そしてじゃディープステートとネオコンだとどちらがこう、ほぼほぼほぼ,ほぼ同じ。ほぼ一緒です。なるほど。でそういった裏の力みたいなものが今は大きな戦争を仕掛けようとしているということですよね。うん、そうね。うん、まあ仕掛けたのがこのウクライナ軍需。 ウクライナの今起きてるる戦争なるほどすみません、この戦争ですよね、もう、うん、はっきり言って誰も予測できないと私は思っている方なんですけれども、及川さんとして、ですね今後、どのような展開になっていくというふうにししてお考えでしょうかあの私あの、海外情勢をずっとこう YouTube で、はい、ウォッチしてるじゃないですか。はい、で,で、やっぱり最近、非常になんか自分自身でも驚いてるのは、うんあ、いつの間にか終わっちゃった、んだな終わっっちゃった<の>どういうことですか。この戦争が お終わってしまってる、それどういう意味ですかあの勝負がついいてるほうそれどうううことでしょうかあの結局、この戦争の目的は何かってことを考えると、うん、ロシア、プーチンの孤立化、はい、ロシア、プーチンを国際社会の中で孤立化させていくという、うん、結果、今何起きてるか、何が起きているかというと、プーチンを孤立化しようとさせたバイデンが世界で孤立化してる、この結果が出ちゃったので。はいで これに対してバイデンのアメリカに付き合わされてきたヨーロッパの国々がもういい加減やだ,だと、うん、自分たちの国のエネルギーまで、はい、電気代まで犠牲にしてバイデンに付き合う気はないっていうのが今の動きですね、うん、だからもうあのあの武器を供与するとかってあったじゃないですか、はい、全然してないですよはい、はい、武器なんか、はい、もうあのヨーロッパの国はど,どこも供与,供与してないし、うん、もう何もしてないですね<ー>でバイデンが一人で あのででででなるべく長くやるんだって言いまくってるだけでそれにわずかに付き合ってるのがイギリス、はあ、まあイギリスは今回の件であのあバイデンって一体となってるのでうん、うん、ただもうイギリスはそんな力がないので、はい、実質もうこれプーチンの干渉ですね。なるほど、ええというのは多分日本のメディアを見てると何言ってるんだろうと思われると思うんですけど、はい、海外のメディアをずっと見てる私からすると。うん 例えばもうアメリカの主要メディア、はい、アメリカの主要メディアのワシントンポストとかニューヨークタイムズはもう勝負あったというのを出してんです。ほ、うん、なるほど。だからもうあこれもう終わったんだなと。はじゃあ、でアメリカが孤立化すると、バイデンが、ね、バイあバイデンがバイデン,バイデンさんが孤立化すると、うん、でその中で、えー、例えばこうなんでしょうね、もうアメリカいいやみたいな流れも起こってくるということですか。すでに起こってます。<ー>特にヨーロッパの方が。あ、なるほど。ヨーロッパの 国々がもともとそんなに親米でもないんですよ実際には。はい、意外とヨーロッパとアメリカって距離があるので,、うん、で特にやっぱり、あのー、アメリカの大統領この,この,この今日最初にね言われたディープステイトっていうかこのネオコンの流れの中で振り回されてきたのはヨーロッパの国なんですと、うんはい、いうのは一番その戦場として使われたのがヨーロッパなのでだからもう,もう意外にしてくれるってのはあるんですよね。はいでその まあ、い今回、一番最たるのがこのバイデンの動きだったのでロ,ロシアとの関係をまで切ってまでバイデンに付き合いたくないというのがフランス以下イギリス以外のヨーロッパの国々の本音です、うん、バイデンのバックにいるのがそのいわば DS ということなのでいわば DSVS もろ諸々の力ということが起こっていくということなんですね。 それは例えば経済であったりだとか、うん、もしくはこの DS の方もなんも悪あがきとしての何か戦いみたいなのもこれが、ね、<て>このあと、ね、DS に手,手があるのかどうなのかっていうのをちょっと考えてるんですけど、うんはい、今回本当に、ね、DS 対プーチンという見方をすると、はいうん、プーーーチンのパーフェクトゲームでで、ね、ですかう干渉ですすねそうだからもうあの、まあ、例えば、あのー、ロシアを、ねうんえー、経済的に追い込むと。 結局バイデンはまともにロシアと戦いたくないので、うん、経済制裁で追い詰めるんだと、うんはい、一つも聞いいてないんですよそうですすよそうねなロシアの価、ね、値だけが上がっていってるというむしろまさに、ね、柔道家プーチンが相手の技を使って、うん、相手の力を使って自らの技をかけたみたいな形になってしまって,て、うんはいて寝技にかけられているからです。 のスイフトという国際通貨システムからロシアのルーブルを追い出したというんですが形だけなので実際、みんな使ってまるしこれをいいことにプーチンはロシアの天然ガスとか石油買いたいんだったらもうスイフト使えないでしょドル使えないでしょじゃあルーブル使ってください。ルルーブだったらしてあげるよ まあ100歩譲ってユーロだったら決済してあげる、はいもう。もうヨーロッパの国が今は結構でございますという,もうあの今までの決済は曲がりなりにもドルでやったのでなるほどもうそうなるとロシアは有利ということです,そうですよね。でこれこのままでいくと、うん、もしかしたらもうドルの信任がなくなって、うんはい、基軸通貨としてのドルの地位が危ないんですよ。 国際貿易において、みんなが使うから、傷つたんですよね。だけどあの今回、プーチンがやった最大ああのバイデンがやった最大の間違いは誰もが使えると思ってたドルを使わせなくしちゃったんです、よ。はい、ロシアに対しては。はい、それを世界中が見てて、ああ、アメリカみんな気に入らないことするとドル使えなくなるんだと。うん じゃあもうやめようってていうふうに今なっちゃったんですなるほど使わなくてもやっていけるよねやっていけるから実際にはだから今までは外貨準備高ってことで一生懸命ドルを試してたわけですよはい世界で一番貯めてるのは日本なんですけどだけどもうそんなことしなくていいんだってうんっていうふうになっちゃったわけですよはいもうあの今必死になって FRB が金利を上げてますけどこれでなんとか今ドルの価値を持たせてるだけでうんもうこのあとドルがどうなるのかうん 心配ですね。なるほど。ええ、すみません。そういう中でですよね。やっぱ少し淡々とじゃないですけれども、はいうん、狙ってれ中国という国だと思うんですけども、うんうん、このあたりはいかがお考えでしょうか。あのまあ中国は中国で中国の中での内情が党内、共産党党内での内情がやっぱりどうも、えー、習近平の地位の危うくなってる。うん、ああ、やっぱ中での結構。それがこう。 あの相当外に漏れてきてるので、はい、これも多分本当,本当なんだろうなとうでその中でまあ習近平が自分の地位を守るために、うん、まあどういう手を打ってくるのかっていうのはこれからなんじゃないでしょうかなるほどだからあり得るとしたら、まあ、台湾もあるんだろうけど台湾と尖閣を両方取りにくるっていうのは、うん、私は考えておいたがいいと思って なるほどそうです、その中でのやっぱ日本の立ち位置であったりだとか、うん、どうしていくべきとお考えでしょうか。尖閣をまず守らなきゃいけない,い。ああ<ー>、はい。だってもう。はい、今日の時点でもう六十何日間連続して。はい、尖閣の海の海域に。中国の。船が来てるわけですよ、ね。うん、舐められてますね、完全に。うん、これね。あの、完全に領海侵犯。うん,う,んうん、うん、うん。マスコミは。 領海の外側の接続水域に来てるって書いてあるんだけど、はい、バーバーなこと言っていいんじゃないかと。うん、完全に日本の海なんですよ。うんうん、日本の海に入ってきてるってことは、領土し、もうね、あの国境を越えられてるみたいなもんなんで。はいうん、それを60何日続けてるってことは、うん、もうそれが常態化してるので。もう彼らは時間の問題で、尖閣に上陸するわけですよ。うん、で、それだけじゃなくて、空まで侵犯してる、領空侵犯してるわけですよ。うん 領空侵犯っていうのは他の国で絶対ありえないです。うん、だって領空侵犯したら撃たれるんだからもし領空侵犯したらこれ100%撃たれるのに日本は撃たないでしょ、うん、撃てないだから本当になめられて、うん、今までいくら中国でも日本の領空まで心配してなかったんだけど、うん、あもう日本絶対ないなと岸田やるわけないなともうねあこれはあいつでもあの尖閣取り組みだと。 それに対して議論も何もないしないですねだから知らない人がほとんどじゃないですかもうねマスコミが何も言わないこんなバカなことないですねへえマスコミも結構やられちゃってるもんなんですかねもうね分かってないんじゃないですか領海審判とか領空審判の意味を分かってない領空審判のことをその3月に出した本で書いたんですよここが一番重要なんだってことでとんでもないことが起きてるんですよ例えばその同じ中国のパイロットがねパイロットがじゃ ソ連の領空飛べって言われて飛ぶかって絶対飛ばないですよ。もしそういう命令があったとしてもパイロットは断ります。撃たれるから。100パウ撃たれるので、ソ連だったらあロシアだったらでも日本だったら100パウ撃たれないので兵役で取ってくるんですよ。これは国じゃないですね。なるほど。こんなこ日本の歴史上これほど舐められたことは一回もないと思う。だからこれは中国の問題じゃないんですよ。この国の政治この政府の 馬鹿さ加減うん、なるほど。もうね、これはね、絶対に許せない。ああ、と思ってます。尖閣はこのままではもう取られてしまうということです。尖閣どうやって取られるかというと、今考えられるシナリオは数年前にあの中国の政府が法律作ったんですね。はい。中国の領土の中に外国が不法に建物を作ったら、それを壊していいって法律作ったんです。尖閣の。はいはい尖閣になんかヤグみたいに立ってでしょ？立ってますね。ねで あれあの確かあの日本青年社でしたが、うん、昔作っただから,あの尖閣からあの中国からしてみると尖閣は中国の領土なんです、うん、そこに外国が作った建物なんです、はい、どうするかっていうとあの中国の、えー、軍隊が来るわけでもない、はい、だからあの戦,戦争も仕掛けたもないただ中国の船が尖閣に上陸してきて自分,自分の国の領土の 不法,た不法な建物を壊しに行くこれだけです、うん、その時にはだから戦線布告ももちろんないし、はい、武器も使ってないわけです、はい、止めようがないじゃないですか、うん、アメリカ軍も来れないですよ、はい、そうするとただ見てるだけだと思う、うん、そうするとそれで終わりです、うん、で見事に上陸されるどうすんのってそれをそれをどうしようと思ってんのってあの日本の政府、はい、バカじゃないかと思う なるほどね、ししっっかりと話し合てて考えていくべきことですよねこれから、ね、もう明日にも起きていいんですよ、うん、だって60何日ですよ、うん、普通こんなに緑自分のところの海のね海を他国にそれもあのこあの反日国に入ってこられたら何かしますよ、うん、どんなバカな国でも、うん、何にもしないなんていうのはありえないもうなんかもう手握ってんのって、うん、もうどうぞってこの国奪ってくださいって握ってるとしか思えないですよ それに対して何を言わないマスコミは本当におかしい。うん、はいということで、ね、<laughs> まあ世界の現状と日本の危機というところですよね <laughs> かなりですよね,もうね日本バカだと思う,この,うこの国の政府はでもそんな政府を許している国民にもねこれはもうねもう責任というかもう尖閣取られたら終わりなんですよ、うん、もうこの国は、うん、それすら分かってないとしたらもうねもうしょうがないですね一旦この国は終わっちゃうかもしれない、うん、というぐらい私は危機感を持ってて。うん それを今あの町に出てあのマイクで <laughs> 叫んでるんですよ。<laughs> はい、もうそれしかできないから。なるほどでも何もしなきゃいけないので、はい、もう叫ぶしかないなと思って。はい、で今日はいいかいただけです。<laughs> <laughs> いやもうね本当にまあ以前の最近の動画でとんでもないことが起こっているというを上げましたけども、どちら国内にクローズアップさせてもらった動画なんですけども、世界というところに目を向けたですねとんでもないことが起こっているという形でお届けさせていただきました。はいはい はい。ということで、及川さんの動画いかがでしたでしょうかね、え、世界でそんなこと起こってるのというふうに衝撃を受けた方も多いと思います。また、今のこの日本の問題点というもの、尖閣問題というものも非常に重要なテーマであるということもご理解いただけたとは思うんですが、しかしですね、この YouTube で公開できる情報というものも限られております。 なのでね、時代はやっぱりこのオンラインサロンなどでですね、やっぱりこう限定された情報を公開していくということも重要と考えておりますが、私たちのですね、オンラインサロンはユニワ塾でございます。この度ですね、ユニワ塾でこのニュースの裏側、これね、YouTube 上ではなかなか伝えにくいことですよね。政治であったり、経済であったりということの情報を ユニワ的に紐解くというコーナーを持たせていただくことになりました。第1回目のテーマはですね、マスクについてね、マスクについてつけるべきなのか、外すべきなのかというところをカイヌマと話し合っております。これ YouTube 上ではなかなか言えないことですね。まあこちらもですね、ぜひユニワ塾の方ご覧になっていただけたら、チェックしていただけたら嬉しいです。はい。ということで、及川さん、またご出演いただきたいと思います。 はい。ということで、最後までご覧になっていただき、誠にありがとうございました。